皆さんこんにちは、レディービーの村田です。はい、今回も技術動画なんですけれども、今回はちょっと短めにいきたいと思います。よく YouTube ライブのコメントとか Twitter のコメント、DM などで足の動き方がわからないとか、試合中に足が止まってしまうというような質問が多いので、前回というか昔にこのチャンネルでもうやってるとは思うんですけれども、ちょっと内容ね重なってしまう部分もあるかもしれないんですけども、改めてということで今日はですね、動きながら打つことを覚えようというテーマです。卓球ってやっぱ止まることがほとんどないスポーツなので、一回打って減ってボールを見てるとその次のボールすぐ来てしまって、普段練習してるようなスイングができないということが多々あります。なので常に動きながら準備をして動きながら打ったりとか、その場で準備をして動きながら打ってまたすぐ戻るというのを繰り返しなので、その基本的な動きの一つを今回はやっていきたいと思います。それでは行ってみましょう。よろしくお願いします。はい、やっていきます。まずここで構えていて、フォアに、まず突きなりロングボールが来た時に、ここからダメなやうちは手だけを出して取りに行こうとすること、もうこの時点で右足に全部体重が乗っかってしまって足が出ない、取ったとしても戻るの遅くなるので手だけで追うことは極力避けましょう。2つ目、来た、動いた、引くの時点でボールは多分皆さんのここら辺に来てますね。なので全部が全部ちゃんと動いてから打とうとすると卓球は間に合わなくなります。ラリー中なんか多分ほとんどそうです。ですので練習でまずやってほしいことというのが、バックサイドに立っている状態からボールが来ますよね。その時に来たと判断したら、この場ここにいながらボールを見ながら来た方向の足、僕で言えば右側にボールが来ているので、右足をほんのちょっとずらしながら一緒に上半身をひねってバックスに取ってしまいます。来た、こうですね。この時点でボールはネットを超えるか超えないかぐらいで、ここでもう準備をしてしまってためを作ります。これ溜めたらボールを見てあげて打ちに行こうと思った時に両足で右側に移動しながら一緒にスイングをする。そうするとスイングし終わった時の重心ってどこにあるかというと、大体真ん中にあります。なので両足に荷重が半々ぐらいの状態で終わるんですね。そうしないと次の動作早く戻れません。いっぱい乗って打った取ったって言ったら、こっから一生懸命戻すことになるので、この場で来たら半歩出しながら、半歩って言ったら大きく出しちゃうんですけど、ほんのちょっといいです。ちょっと出しながら準備してボール待ってみて一緒に動いてすぐ戻る、これぐらいです。溜めて準備してそのまま戻る。この動きをまずやってほしいです。 OK ですか？なので僕の顔こうなってないと思うんですよね。こういうふうに、この動きすごい重要です。これの連続です。タックルってこれができるかできないかで足が止まる止まらないっていうのが変わってきます。ですごく重要なので、最初の練習方法としては、最初分かってていいんです。別に分かってる中で待つことも大事なので、バックバック3球目フォア来るって分かってる時に、大体の人はバックバックこうやって打つんですけど、それをやらずにバックバック来たらこの場で準備してボールを待ってタイミング合わせて一緒に動いてすぐ戻ってバックバック1、2という動きをやってみると足さばきというものが上手になると思うので、まずはこれから練習しましょう。最初の一歩です。バックも一つよ。バックもこうやって打つんじゃなくて
ここで準備して左足出しながらタイミングを合わせて体の正面で打てるように両足動きながらこうやって見るとこっちばっかりやっててきたらと思ったらこう取ったりとかこう取るのを極力しない。どうしてもダメな時はしょうがない。でも理想としては行ってきたらこれが大事で、すぐ動いて、わかりましたか。でこの両サイドの動きながら適切な場所で打球するっていう過程を踏まないといいインパクトが取れないし体が崩れます。でミスが多いとか試合中にいいスイングができない方はこの動き方が体に染み付いてない可能性が非常に高いです。まずはやってみるように練習してみてください。それではちょっと足元だけ移して終わりだと思います。これからも皆さん練習頑張ってください。参考になった方はいいねとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。